これはこれ実際にあのパーティーを組んだ状態のプレイ画面という形でよろしいですかね。そうですね、初めて、動画で公開する、うん、本当にプレイゲームになります、これ現状。はい、で今いるのがですね、まあ、白竜神殿と呼んでいるんですけれども、いわゆるオンラインゲームでいうところのロビーに該当する場所になります。ここにですね、大勢のプレイヤーキャラクターが集まって、フィールドに対してオープンワールドに対してパーティーを組んで、冒険をしていくと、いわゆる大きな街でありロビーです。この街イコールロビーなんですけど、何人ぐらい、はい、いっぺんに入れるものなんですかね。はい、一つのロビーにですね最大100人まで、入れるようにしています。まあ、ロビーは100人なんですけど、実際にはもっとサーバーにたくさんの方を入っていただくことができるので、まあ、サーバー間を超えてのパーティーマッチングもできますし、友達のところにいるサーバーにパッとワープして今日遊ぼうよというような割と自由なサーバー構成にしています。あ、じゃあサーバー固定ではない、ないですね、タイプとしては。はい、でこれが今お見せしているのがもうそのまま時期動いているところのハットの一つで、クエストボードですね。はいはいはい、オンラインゲームなんで、このパッと、まあ、クエストボードを覗いた時にもですね、うん、日々、どういうクエストが貼られているかっていうのは日々変わるようになっています。はい、そこで、クエストを受けて、またフィールドに出て、うん、いろんなことを稼いだりとか、はい、エネミーと戦ったりっていうのが楽しめるようになっています。うん、クエストは基本あのクエストボードでってことになるんですか。さまざまなタイプがあるんですけれども、はい、ソロでも遊べるような簡単なクエストが先ほどのクエストボードで受けれるようになっています。うん、で、ここですね、越見の間と呼ばれている神殿の中でも特別な場所なんですけれども、うん、いますね、白竜。そうですね、後ろにエマージェンシー白竜がいますけれども、うん、はい、石化していて、ね、この石化を解いていこうというのが一番最初のメインストーリーになります。はいはい、で、ここがいわゆるですねメインクエストが進行する場所になっています。はいはい、先ほどのボードクエストとは違って、ここでは、このゲームの本流のさまざまな事件を解決していくメインクエストが受けれるようになっています。ここに結構ムービーで出てきた、はい、NPC のがいますよね。そうですね、集ってますね。はい、彼らの役割はどういう役割になるんですか。彼らもですね、基本各社であって、うん、まあ他ちょっと今映ってるのは騎士団とかもいるんですけれども、うん、基本は各社で、志を同じくしてこの大陸と、うん、白竜が弱っていく問題を解決しようと集まっている NPC たちです。いわゆる、クエストの主要キャラクターですね、うん、集まっています。なるほど。はい、でメインクエストもですね、一人でクリアするだけではなく、まあ、クエスト上にもですねやっぱり強いボスがいるので、はい、まあ、パーティーを組んで、はいはいはい、メインクエストクリアしようぜという遊び方ができます。うん、で今フィールドに出てきましたね。おー、はい、パーティー組んでいます。あ、ロビーの中でジャンプできますよ、大丈夫です。ジャンプありますよね。はい、縦にも横にも楽しめるところは前作ドラゴンズドグマの輪の方からダークアリズムを楽しんでいただいた皆さんに非常にお楽しみいただけたところだと思っているので、そこはもちろん今回も継承しています。なんかジェスチャーも豊富そうですよね。なんかそうですね、エモーション、やはりアクションゲームなんで、コミュニケーションもいろいろ戦闘中とかは大変なんですけれども、うん、エモーションももちろんですけれども定型文であったりとか、簡単なボタン操作でできる、コミュニケーション要素も積んでいます。うん、で一部の定型文にはですね、まあ、ボイスが入っていて、はい、その戦闘中にまあ、チャットの文字を読まなくても、はい、そのボイスの定型文を使ったら、うん、まあ、以前遊んでたポーンのコミュニケーションのような形で、うん、プレイヤー同士で楽しむこともできるようになっています。じゃああれですね、テキストチャットでコミュニケーションを取りたい人はテキストチャットで、はい、っていうこともできて、はい、あとはジェスチャーとかでも、はい、意思疎通ができるみたいな、はい、できるようになっています。とにかくフィールド広いですよね、やっぱりね。そうですね、はい、まあ、前作から比べて、はい、まあ、今現状すべて作っている、はい、内容に関しては前作の3倍ぐらいのフィールドの広さになっています。前作も相当広かった。広かったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、フィールドも結構個性豊かな、はい、森だったり湖があるエリアだったり鉱山だったりというところで、それがこう実なかりで遊んでいけるというところもですね、うん、楽しんでいただけるのではないかなと思います。
ちなみに今出てるこの4人パーティーなんですけど、これあれファイターとハンターと、そうですね、ゲーム、はい、ゲームを始めた時に、初期で選べる、4ジョブになっています、うん、でファイターとですねシールドセージというタンカーですね、タンカーの役割です。あとプリースト、回復役のプリーストと、はい、同じくハンターという弓を使うタッカーです、うん、という基本のパーティー構成です。今戦っているのは、オークという種族ですね。今回、ゲームのお話上にも、まあ、オーク絡んでくる、うん、ダジャレ、そう言ってから気づかないのか自分でオーク登場して、いろんな、はい、お話の要素になってくる種族ですね、はい、中型の、強い、はい、とても強い種族です。なんかオークがこんなに強いゲームもないと思うんですけど、すごい多く強そうですよね。多くもね、そのたくさんバリエーションがあって、種族があって、はい、より強い多くとこう出会った時とかは、ああ逃げるしかないなというので走って逃げたりと。そうですね。これ今戦ってるのは一番下の階級の多くたちですね。はいはいはい、あ、それでも一番下なんですね。はい、もっと多くたち、もう力のあるやつがどんどん上に立ってるような、うん、設定にしているので、はい、もうちょっと強いキャプテンですとか。それとですね、オークも、まあ、ここよりもはるか遠方に、うん、オークの根城というか大きな砦をオークが持っているので、はいはい、まあ、メインのお話でもそこに攻め入るようなことがあったり、もうじゃあ割とオークとなんか戦いが繰り広げられている世界っていう感じですか。そうですね、オークも大きな問題の一つになっている世界です、うんうん、これ単純な疑問なんですけど、結構好き勝手やったらはぐれちゃいそうじゃないですか、これこの広さだとはぐれてもらっても、うん、本当に戦ってる間どこかで採集をしていてもいいと思ってるんですけれども、はいはい、本当にじゃあ強い敵と、うん、まあ、相対した場合には、うん、4人集まった方がいいよねというのは、うん、暗黙のルールで、あ、見えてますね。なんかいますよ、はい、大きいの、はい、あれ殺す、あれが殺す、殺すサスでしたっけ。そうです、はい、エンチャントしましたね。おー、すごい、サイクロですね。はい、はい